実は太るダイエット食品5つ。実に多くの人が常に新しいダイエットを試みて減量に励んでいます。体重を減らしたり、今の体重を維持するのに役立つと思われている裏技、コツやレシピがたくさん囁かれますが、常に成功するとは限りません。それは知らないうちに体重を増やしてしまうダイエット食品があるからです。 全体的に、常に避けるべき食べ物は、とりわけクッキー、キャンディー、脂肪、チョコレートです。これらの食物を毎日消費すれば、しばしば肥満につながります。ただし、実は体重の増加につながる、健康的とされる食品は他にもあります。いかに、実は太るダイエット食品5つを挙げます。 健康的なダイエット食生活。原料に関して最初にすべきことは、一般的に脂肪、デザート、ソフトドリンク、お菓子を食べるのをやめることです。代わりに、健康食品を食べる必要があります。しかし、私たちが健康だと思っている食品の多くは、実際にはそうではありません。なぜなら、 そういった食品が引き起こす害は、小麦粉や砂糖によって引き起こされるものとほとんど同じだからです。栄養士でありシェフのアメリアワインスローは、原料の味方とみなされてきたが、実際には逆の食べ物について語っています。つまり、実は体重を増やしてしまうダイエット食品です。体重の増加につながる5つのダイエット食品1。 ダイエット飲料。研究者によると、甘いものを食べたり飲んだりするとき、体はカロリーを摂取していると思い込みます。実際はその飲み物にカロリーが含まれていない場合でも、体は代謝を遅らせることで反応し、インスリンレベルが低下して体重が増えます。では、代わりに何を飲むべきでなのでしょう。 最も推奨される飲み物は水です。さらに、砂糖を含まないアイスティー、レモン入りの水、またはお茶を試すことができます。2. 低脂肪を謳うダイエット食品。低脂肪製品を買う人の多くは、その食物のいつもの30%以上食べてしまいます。従って、結果より多くの量を食べてしまうので、 ダイエットの助けにはなりません。健康食品を食べる量に注意して、低脂肪を謳う,う食品は避けることが重要である理由はこれです。最も重要なことは、自勢と食べるサイズです。3. 味付きヨーグルト。多くの人は、ヨーグルトに含む良質の菌が消化を助けると考えています。それは事実ですが、 材料の選択肢は常にナチュラルヨーグルトです。味付きのヨーグルトは通常、過剰な砂糖と高温シロップで甘くしています。代わりに、新鮮なフルーツを無糖のヨーグルトに追加することをお勧すすめします。4. 缶詰や袋に入ったフルーツ。企業が果物をパッケージに入れて販売するとき、 そのままだと果物が腐ってしまうと知っています。そのため、果物に風味をつけつつ、長期間保存するために、加糖の多い高温シロップで果物をつけることがよくあります。新鮮な旬のフルーツを食べることが常に一番です。5. スポーツドリンク。著名なアスリートのほとんどがスポーツ飲料を飲むので、 一般人がこういったドリンクは健康的だと思ってしまう傾向があります。ただし、結局は砂糖と水だけを飲んでいるので、より多くのカロリーを摂取しています。スポーツドリンクは、トレーニング中に失った糖分を補充するため、運動をする人にのみおすすめします。スポーツ以外の場面では、良い選択肢ではありません。 これまでに挙げた食品はすべて体重を増加させるダイエット特品の一例です。減量目標を達成するためにダイエットを開始する際に留意すべき基本的なヒントを紹介します。減量の際に留意するべきヒント、脂肪をすぐに燃やす食品は存在しません。どんな製品、食品、サプリメントも低カロリーの食事で保管するものにすぎません。 つまり、適切に設計された食事療法に従う場合に限り、健康食品は効果的なのです。炭水化物を摂る。ダイエットをしている場合でも、炭水化物は体に不可欠です。より多くの繊維と栄養素を摂ることができる、全粒穀物を選びましょう。脂肪は摂取しても大丈夫。ただし、 高品質な脂肪を取りましょう。体には適度に脂肪が必要です。従って、サラダのドレッシングや調理油にはオリーブオイルを使いましょう。ダイエットは何も美味しくない食事だけを食べなければという意味ではありません。さらに、オメガ3および6の脂肪酸、ビタミン A、D および E も良質な油には含まれています。 夕食は食べても大丈夫。朝食と同様に、一日を締めくくる食事は大切です。眠っている間、体は何も摂取せずに平均8時間は機能しないといけないので、夕食は重要です。寝ている間も、体を動かし続けるのに十分なエネルギーが必要なのですから。まとめ。 食べるカロリーを減らすことだけではなく、食べたカロリーを燃やすことも重要です。しかし、何もジムに申し込むか、プロのアスリートになる必要があるという意味ではありません。例えば、散歩に出かけたり、階段の上り下りをしたり、ハイキングしたり、ビーチを散歩したりするだけでいいのです。はっきりしていることは、 ソファに座っても体重は減ってくれないということです。体は動くように設計されており、運動することでダイエット中でも罪悪感なしに食べることができます。